Miracle 君はいつだって So I can hold my handWe l c o m e to the Sine. Mateo. Naze, Konoko no Kyoko Kesanakatan deska. Zehero Mita Kyoko Keseba, Mikage no Saigo no Ega Mo Ishoni Kiechima. Korejo, so it's got a Taisa Namo Ubaruka.軍の極秘情報によると先日ミカエルの瞳の候補生が脱走したそうです。候補生？軍は現在ロストされているというミカエルの瞳を探しているのですが、見つかった時のために優秀な子供の器を何人かストックしている。それが候補生です。おそらくテイタ君はその中の一人でしょう。テイトが来てから聖域の中で不穏な動きが多すぎる。たとえこいつが外に出たがったでも今放り出すわけにはいかねえ。これ以上この子に関わるのはおよしなさい。ミカゲ君の死はラブラドールも予言したように絶対でした。ミカゲの異変に気がつかなかった俺たちにも責任はあるだろう。しかしセブンゴーストの本職はコール退治ではありません。私たちの正体を知ったらテイト君はどんな顔をするでしょうね。記憶を消していないことが上にバレたらあなたはセブンゴーストの資格を剥奪される。現在フェアローレンの鎌を扱えるのはあなただけなのですよフラン。セブンゴーストの能力なくしてあの鎌は制御できないはずだ。それにいずれこの子も処罰を受けてしまうでしょう。この子のためを思うなら情が移る前に私たちの全ての記憶を消してあげなさい。首輪も何とかして取ってあげましょう。必要ならばもっと強くなれるよう鍛えることも可能です。私たちは遠くで見守ってあげればいい。手にしろ。クラウン！こいつ勝手に出やがった。憂い者め、我が主に刃を向けると。貴様ら、一体何のつもりだ？誰だってめえ。やれやれ。あの赤い石は、まさか。本来なら殺してやりたいところだが、我が主はそれを望んでおらぬ。なんだこの偉そうなガキは。まさかあなたがミカエルの瞳なのですか。愚問だな。見ろ、我が主は歴代の中でも一二を争うほどの美しい器なのだ。どうだ、素晴らしいだろう。ミカエルの瞳とは似て非なる石も数多にあると聞いていますが。神に直接問うか、愚か者。
なんだ今のは現実。お前たちがセブンゴーストか。普通の人間だと正気を失うかショック死するのだが、愚かな人間どもに紛れて暮らすのも退屈だろう。それともカルマの渦には逆らえぬか。そういえばお前、この首輪を外せるとか言っていたな。外せ。力が全然出ないではないか。窮屈でたまらんのだ。首輪を外すには軍のスクラー管理局にあなたの身を預けなくてはなりません。それはお困りになるのでは。なぜかこの首輪には逆らえんのだ。我が主もお困りだろう。どうすれば。おお、逆らえねえのか。実はその首輪には爆、眠、痛、つまり束縛、睡眠、苦痛の3つの機能がついているんですよ。なんだ。メイン。やめろ。何をする。私は眠くなど。なんてこった。まさかミカエルの瞳がこんなところにいたとは。道理で軍に追われるわけだ。もしこの聖域に導かれたのが運命ならば、世界を守る守護天使となるか、あるいは古の予言が本当ならば、世界を滅ぼす闇の天使となるか。しかしあなたって人は本当にトラブルメーカーですね。俺の手に余るガキだぜ。お前、帝都か。当たり前だろ。ミカエルが覚醒している間のことは覚えていないようですね。